こんにちは。今日はコーヒーブレイクということで、成績を上げるにはというタイトルでちょっとお話したいと思います。まあ、たまに聞かれるんですよね。一応僕も先生なので。で、まあ僕が、なんていうんですかね、僕はガリ勉とか全然してこなかったし、まあ高校の時も授業サボってばっかりだったし、まあ、僕らの時代には小学校でもそんな宿題もそんななかったし、なんつうんですかね、全然外で遊んでばっかりいて、まあ、今その小学生、息子とか見てて、こんなに宿題やってすごいなと思いますし、まあ僕だったら多分やってないなと思って、まあ僕だったら多分もう勉強嫌いになっちゃうんじゃないかなと思うので、なんかあんまりこう言える立場じゃないんですけど、まあいろいろ文献とか読んだりとか、まあ本とか、あとまあ、最近、この前、授業でも、授業っていうか、前回のやつでも、まあ脳の研究とかのにもすごい興味を持ってて、まあいろんな本を読んでてたりするので、まあそれをもとにですね、ちょっとお話してみたいなと思います。まあ、ちょくちょく聞かれるんですけどね。で、やっぱり、なんつっても、運動だと思います。まあこれ結構有名な話ですかね。ネーパービルの奇跡という話。まあアメリカの高校生ですかね。学生1万9000人くらいにこう1次元目の前に0次元目としてなんかこう体操とか運動させたんですよね。で、その結果なんか理科で世界第1位、数学で第6位の成績になったと。で、これ、別に成績が優秀なやつだけを受けさせたわけじゃなくて、97% くらいの人が、もうほとんどみんなが受けたので、非常に信憑性がある。で、まあ、アメリカのこの全生徒の平均に比べても、まあ、断トツにすごかったということで、まあ、奇跡とか言われているそうです。まあ、この多分有名な本ですかね。脳を鍛えるには運動しかないという、ハーバードの先生ですかね。書いた本にも多分書いてあると思います。というわけで、運動だと思います。これは多分間違いないでしょうね。まあ僕自身の経験、まあ僕自身の経験って言ったらもうサンプル数1だけど、まあこういうふうに、たくさんの、証拠があるわけですが、まあ僕自身も、阪大に勤めてた頃なんかは、空手道場とか通ってたりして、まあ今でもすごい仲間なんですけど、友達でいてくれるんですけど、まあとってもなんか、冴えてましたね、あとも。すごく良かったです。で、もう一つは、やっぱり睡眠だと思います。こう寝ずにですね、徹夜でこう、明日試験やから、徹夜で今日頑張って詰め込むぜとか、そういうのは多分やらない方がいいですね。で、まあ、僕ら研究者は、まあ、僕は理論物理をやってるわけで、で、こう、ね、世界で誰もまだ発見したことのない、アインシュタインも知らなかったようなことを発見できた時には、もう興奮しちゃって、多分アドレナリンがもうブワーとか出てるんでしょうね。もうなんか本当に論文書くまで眠らないみたいな、こう2日ぐらい眠らずに論文書いて、で、もう、まあ眠れないんですよね、もう興奮しちゃって。そういうことが、まあ、30代くらいまであって、40代初めくらいまであって、ありました。でも、今思うと、やっぱり、こう、ちょっと忘れてですね、スカッと寝た方が、多分、能率は良かったんだろうな、と思います。まあ、今がサンプル数1ですね。すいません。というわけで、運動と睡眠だと思います。まあ、受験生の皆さんも、きっと、これから、大変だと思いますけど、頑張ってくださいね。ここのとこ5分、めちゃめちゃ超えてたので、ごめんなさい、5分授業と言いながら、今日はその分短くなったと思います。それでは皆さん、頑張ってください。